ではですね、方位タイトルありますね。21ページの方位というパターンを扱っていきましょう。で、こちらもですね、特段難しいものではなくて、方角が与えられます。いわゆる東西南北ですね。東西南北。こちらを使った問題なので、情報の整理自体はそれほど難しいものではないです。早速やっちゃいましょうか。東西南北なので、紙のね、上を北にしてね。 整理していきましょう。では、あの条件です。B は A の真東に位置する。B は A の真東に位置する。したがって A を基準にしたときに、北が上ですから、B をね、すぐ右側の方向に書いていただく。はい、で、次、いとうの条件を整理しますが、A から見て、BC は遠距離に位置する。 という情報と C は A から見て南西に位置する。ちょうど南西に位置するという情報がありますので A を起点に整理してあげるとですね B がいて、先ほど整理した B がいて C は A の南西ですね。下の左です。下の左ね。メモ書きでは下の左です。南西に位置 C。そして A から見ると BC はこちら。 同じ距離ですよと、等しい距離ですよということをね、確認しておきましょう。で、最後、A ですね。では A から見て、ちょうど北北西ですから、同じように A を起点に、D を書いてあげると、北、北、西ですのでね、そちらの方向に書いていただいて、さらに C から見て、ま、北ですから、C の真上に D がいるように書いてあげてください。 これで、ね、位置関係は整理できたんですけれども、実際ね、よく困るのが、例えばですね、A の条件のこの部分がなかった場合ですね、D は A から見てちょうど北北西って言われたときに、今、C の真北なので、このようにね、D は整理できましたが、C の真北がなかった場合、これどうなりますかね 北北西なので、別に矢印の先であれば、どこまででもいい位置と方向の問題の中で、この方角ではどこまで行ってもいいっていうところがね、ポイントになって、こちらをね、見落とさずに図を丁寧に整理していただければ、かなりね、解きやすい問題も多く出てくると思います。はい、では、この問題はね、ここまでにしておきましょう。